今夜の特撮映画のメガロマンは一体どういうふうにして作られていくのか、福永のおじさんがですねちょっとの作っているところへ行きまして、一部をお伺いしてまいりました。はい、私ねわざとらま今日はね東方テレビの特撮現場、メガロマンの撮影現場にやってまいりました。特撮のこのねみんなが見てはいけないものをね今日はバッチリと見てみたいと思います。みんなで一緒にこの特撮の秘密行ってみましょう。はいはい、何のことはない。これはね見てくださいよ、これはピアノ線ですよ、これね。ああこうなってるわけですよ。これは A コーダーを打つ機械なんですけど、 A コーダー、はい、A コーダーっていうのはどういう、さっきロケットのね、うん、あジェット機のロケットとかロケット砲とかそういう発射の、ジェット機でミサイルなわけですか。これは竜でついてるんですけど、はい、ちょっと、はい、こういう格好になってるんです。あ、じゃああんまりこう動かしたら取れちゃうね。取れます。あ、これはどうなん、あ、なんか書いたんですか。これはあの黒い鉛筆で書きました。あ、そうですか。はい、あ、いやしかしすごい顔ですね。困りますね。困りますねって。どうもお疲れ様でした。いやすごいですね。これ本当、うわすごい。一言、また痩せました。どうもお疲れ様でした。どうですか。うわすごい痩せね。一言どうぞ。しんどいです。しんどいです。そうです、しんどいです。はい、行くぞ。本番、はい、よーい、スタート。こちらは第7スタジオなんですが、今ご覧いただいたこの特撮のある部分をこのスタジオに今日は再現してみました。すごい手の込んだミニチュアセットがたくさんございます。そして、間野田洋一監督にこちらにおいでいただいております。よろしくお願いいたします。どうぞ。あのやはりこの特撮場面というのが何といってもあの怪獣もののいわばクライマックスと、そうですね、いうことになりますね。そうですね。まあ、それだけにご苦労も多いんでしょうけれども、なんかさっき あの VTR 拝見してますと、こうもわもわって煙が出てるところなんかで渋うちわがどうしようとしてですね、なかなか裏方の方も大変ですね。さてこちらにありますこの模型なんですが、あのこういったビルの大変精巧な模型ができてますけども、ちょっと吉見さんこれどれか持ってみてください。ちょっともうこの際あの裏も見ていただきましょうね。こういう風になっておりました。はい、あのこれはでもこうあの怪獣が踏み潰したりするときにはもっと精巧な、そうですね、これはあの、はい、あの今石膏じゃないんです。普通の石膏でできておりまして、あの怪獣やりますとこう壊れるような、あ、本当のビルが潰れるような感じを出すために。そうですか。さてこちらの後ろの方には今日はもうメガロマンと怪獣お二方が控えてくださっておりますので、ちょっとこちらでお話をいろいろ監督に聞かせていただきたいと思います。さっきも VTR に出てまいりましたけども、暑いでしょうね。これあの海に潜る時のウェットスーツをね着てらっしゃるのと同じことですよね。大丈夫ですか。まだ大丈夫です。あ、そうですか。今怪獣が返事してくれましたけども、さて、まあ、そのこういういろんなセットミニチュアを使いながらその怪獣場面の撮影が行われるわけなんですが、
いろんなさっきも栄光弾のセットなんかございましたけれども、ああいうものって危険じゃないんですか？ですからやはり、はい、いろいろですね、生ゴムなんかの状態もありましてね、たまに危ない時もあります。はい。まあ、今のところはなんとなく、はい、じゃあ言っておりますけどね。はい。はい、まあ、そんなところで一つ今日はそのなんか危ないのを見せていただけるんですか？はい。はい、では一つやってみましょう。はい、はい。お願いします。よーい。アクション。もうあの怪獣は死んでしまいましたね。はあ、しかしあれ大丈夫なんですか、あの火薬は。はい、大丈夫。はあ、はい、ちょっとやってあげて、ちょっと見てあげて、起こしてあげてください。あ、今あのもう、ぬいぐるみ着てらっしゃるんで、はい、です。あのはい、ちょっと起こしてあげてください。怪獣さん OK です。 OK ですよ。起きられないみたい。あ、大変だこれは。よいしょと。はい、どうもお疲れ様でした。火が危ないから。あ、まだ火が、まだついて、火がついてるから。お腹に火がついてます。そこ行ってください。はい、うわ、やっぱり甘くらい焦げちゃうんですね。そうですね、やはりま、あれがありますからね、割合とあれですけども、はい、やっぱり目がなんかやっぱり危ないですね、やっぱり。あ、そうでしょうね。はい、あ、ということで、こちらの方にはまたさらにですね、いろんなその、小道具がございますので、これをまたちょっと見せていただきながら説明していただきたいと思うんですけども、これはあのメガマンが横になってますね。これはですね、はい、小針さん、ちょっとこれはですね、はい、実はこの海底とかですね、地割れかなんかが出来上がってきますですね。あ、その時にですね、これが回りながらですね、煙とともにブワーッと上がっていくというようなものなんです。そうしますと、はい、今こちらでもって吉見さんがぐるぐるとこう回してるんですけれども、そうですね、ちょうどバーベキューのね、串焼きを回してるみたいな感じなんですが、撮影するときにはこの足元、ここから前の方をこう映す、ちょっとカメラさん、ここからのサイズでちょっと撮ってみてください。はい、そうですね、もっと早く回りますね。あ、もっと早く回ります。はい、あ、なるほどなるほど、というような。さて、その後ろの方に、下がっておりますのは、これは先ほどもちょっと出てまいりましたけれども、戦闘機、それから宇宙ステーション、ね、宇宙船ですね。はい、メガロマンがどれを使うんですか、これ。メガロマンはね、これなんですね。はい、この宇宙船だ。これが、はい、そうですね。ちょっと聞かせてください。この宇宙船ですね。そうですね。はい、これがですね、ロゼッタ星という、地球の、なんていうか、その奥の方にあるわけですね。はい、それからロケットで来ます。はあ、その乗り物です。あ、ね、そうですね。はい、つまりそうしますと、この乗り物で来るところは特殊撮影で、お撮りになって、そうですね、でその乗り物の今度は中のシーンなんかがございますね。はい、それは別のスタジオのセットの中で撮ります。撮るわけですね。はい、宇宙のセットも使えますから、はい、宇宙を飛んでまいります。なるほど。地球へ来るというようなものになります。はあ、そうですか。はあ、というふうにこう外側と内側、分かります？別々にこう撮っているわけね。それが一緒になると、いかにも宇宙船に乗ってるっていう感じが出てくるわけね。ということで、実際にもう一回そのメガロマンのフィルムの一部をご覧いただきたいと思います。これは今度は合成ということなんですか。そうですね、これが今変身パターン、巨大化していきます。高身体の人間から大きい150メートルの大きなです。なるほど、はい、その変身の時にはやはり合成写真